ナダブランドから新しいメバルプラグついに登場します。この1月末発売予定なのがこちら。はい、新感覚パニックアクションベイト、ルアー名ハスキーでございます。まあ、いわゆるルアーの種類でいうと、シンキングペンシルタイプのルアーとなります。でサイズの方が、約41mm で、ウェイトの方が、3.7 前後ですね。今それで調整してます。でカラーの方は、全12色展開を予定しております。で、このルアーの、特徴もいつものように3つあります。キャストして巻いてスラロームアクション、いわゆる S 字に近いアクションで、次に高速トゥイッチしたら魚が逃げ惑うかのようなパニックアクション、もう予測不規則なパニックアクションベイトですね。こうまっすぐパン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 と、でその流れでラインを張ればテンションホールで前傾姿勢でゆらゆらゆらと、もうこの3つのアクションで誘う新感覚な、パニックアクションルアーとなっております。じゃあこれはなんで作ったのかっていったとこに当たるんですけど、もともと店頭イベント、お店さんの店頭イベントをやってる時に、テリア、ナダのテリアをがっさり買っていく方がいたんですよね。で嬉しいですけど、なんでそんなに買われるんですかって、もうこれしか釣れないと。いやそれは嬉しいですけど、なかなかそういったし、いやこれにしか出せないアクションがありますと。でそのお客さんというか、まあアングラーの方が使われてた方法がテリアの高速トゥイッチなんですよね。もうすごい高速トゥイッチ、もうその方青物を普段やってる人で、冬場釣り物がメバルしかないからっていうのでメバルをやってるんですけど、まあその時にシンキングペンシルでウェイトが重たくて中層のラインを高速トゥイッチで探れるルアーっていうのが、まあ、テリアしかないと、まあ、それで釣ってると。で実際に、まあ、その釣り方ってあまりメバルでやられてる方いないんですよね。で僕も実際に試したんですよ。テリア投げて中層から高速トゥイッチでやったら、まあ釣れる釣れる釣れる。特にメバル橋脚の明暗のところだったりとか、ここ一番絶対食うであろうようなスポットで下からドーン飛び出てくるんですよね。で、あこれはすごいなと。でこれをもっと具現化して、さらに不規則なパニックアクション、ダート、キレのあるダートアクションを混ぜれば面白いもんが作れるんじゃないかなといったところから開発に着手しました。で実際にじゃあ作ってどうかってなると、このように形にはなってますけど、まあ作るの大変でした。プロと段階のもう見てもらったらいいと思うんですけど、かなりの数は作りました。っていうのはやっぱりボディが小さいので、その中に入れれるものって決まってくるんですよね。アイのその大きさだったり、ウェイトの幅だったり、ウェイトの位置だったり、まあその中で、まあ、メガバスファクトリーチームと一緒にやって作った、もう力作になってますんで、まあ、これはぜひ手に取ってもらって、まあ初めは、どういったところで使うのかなって思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ自由に扱えるようになったら、そのパニックアクションベイトをぜひ新感覚パニックアクションベイトを体験してほしいなと思います。で、メバルの一般的なルアー、まあ、ビーグルでもテリアでも言えることだとは思うんですけれども、まあ、基本的にはゆっくり巻くっていうのが、世間一般的な、認知の釣り方の一つだと思うんですけれども、ゆっくり巻くっていうことは直線軌道のものが多いんですね。その線に沿って直線軌道のもので、その時に S 字の幅が広がることで誘える距離を広げる、であとバイトゾーンを明確にメバルに見せることができるんですよね。
結局ずっとまっすぐに泳いでくるものに対してメバルってどこで食おうかなどこで食おうかなって言って後ろから追尾してきて最後あ U ターンっていうのが結構皆さん経験あると思うんですけど、そういった時にバイトを逃すいわゆる後すれ刺すっていう原因にもなる。でその時に S 字蛇行だったらその右左右左って言った時にメバルが今だって言ってバイトにするチャンスを与えるというのがあります。でその時にさらに明確にリアクションバイトを誘発させるために2点目、トゥイッチのアクション、巻いてきてトゥイッチすると横にダートします。パン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 とダートします。ダートした時にルアーが左右に行った時にメバルゴンと食ってくると。でじゃあそのダートパニックアクションがなぜ有効かっていうと、メバルでジグヘッドの釣りでダートを刺して釣る釣り方があると思うんですけど、やっぱあれってめちゃくちゃメバル効くんですよね。しかしあれの弱点があります。ジグヘッドダート刺すのにウエイトが重たいもの、まあ、2g 以上のものを使わないと綺麗に動いてくれないんですけど、その時に綺麗にパン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 と左右には行ってくれるんですけど、鉛がウエイトが鉛のためにストンって落ちちゃうんですよね。まっすぐにポン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 と来てストンってルアーが落ちてしまうんで、メバルがくまなくルアーが視界から消え打ってしまうっていうことがあるんですよね。ただプラグの場合は中に空気の部屋空気の層を作ることができるので、そのダート刺した時にもトゥイッチしてダート刺して止めるとふわってこう食わせの間いきなりストンって落ちるわけじゃなくて、ゆっくり一瞬止まってフォールしてくれるので、それがちゃんとした、まあ、バイトゾーンバイトチャンスに導ける一つのアクション、まあ、プラグの強みですよね。それを今回このハスキーで再現することができました。でそこで言うと使い方も3点目になるんですけど、まあ投げて巻いてきてでさらにフォールさしてからのワントゥイッチ連続トゥーツイッチ3トゥイッチ目っていうアクションをいろいろ組み合わせることによって、その、まあ、自由に自分アングラーの思うがままに操作できるパニックアクションベイトとなってます。ですので逆に言うとちょっとクロート向けです。投げてもう連続トゥイッチで振り幅、まあ、エイギングのしゃくりのようにやったら正直、ラインがフックに拾っちゃっていわゆるエビという現象になりやすいです。なので扱うときはもうラインのテンションを張ってトゥイッチ優しくトゥイッチしてあげる。でこのハスキーを使うときにのタックルなんですけど、NADA のメバル用プラッキングロッド ND682UL というモデルになっております。まあ、これに、2000番、まあ、1500番から2000番クラスのリールつけて、ラインの方は、P ではなくて、ナイロン、2ポンド3ポンドに対してリーダー6ポンド、か、フロロの2ポンド3ポンドに対してリーダー、4ポンド5ポンドあたりをセッティングしてます。まあ、どうしても PE だとトラブルになったり風で流されたりっていうことがこの冬場多いので、個人的にはそのナイロンとフロロのラインを推奨してます。でハスキーを扱うときに一つ注意してほしいのがスナップですね。スナップの方を必ずつけてほしいと。でサイズで言うとシャープ、00番もしくは細かいところで言うと000番が一番適合してますので、各小売店さんでスナップを探してつけてください。直付けではなくてぜひスナップをつけてお使いください。でカラーのところは、全12色展開しております。でファットビーグルビーグルテリア、の中で実績に、あるカラー、10色プラス、2色新しく、
入れてます。で特に、今回中心にしたのが、まあ、フラッシング系のカラーと、あと、シンキングペンシルで、ボトムをねっちり探りたいっていう声が、東北とかそっちの声が多かったので、発色の強いグロー系も一色入れてますんで、ちょっとまた、うちとしては新しい試みのカラーとなってますんで、ぜひその辺も注目してもらって、全12色ハスキー1月末発売。もうこれで新感覚な体験をして、寒い冬をホットな夜にぜひ変えてください。以上、ナザフタフ荒牧でした。